はじめまして、ロコカンボジアのモティンと申します。最近まだ20歳になったばかりです。私は台湾日本語学校で2年間勉強しました。学校を卒業した後、去年の8月にアイロコに入社しました。今まで約9ヶ月間仕事をしています。私の仕事は会社設立とビジネスコンサルティングです。初めて会社に入った時は自分の仕事について何も分かりませんでしたが、どんどん仕事をして会社設立について勉強しながら実践し、今は前より仕事がうまくできるようになりました。しかし会社勤めは短い時間ですので、足りない部分がたくさんあるかと思いますが、これからももっと勉強してプロフェッショナルになるまで一生懸命頑張ります。私の趣味はゲームをすることと旅行をすることです。暇な時や仕事が終わった時などよくスマートフォンでゲームをしています。そして私は山、海、滝といった自然な場所で旅行することが好きです。お金がたくさんあれば一度日本へ行き富士山に登りたいと思います。最後に私の PO ビデオをご覧いただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。